まあ、今日のポイントでしょうね、栗山、ここ、これでやはりつながれるとやはり浅村秋山ってことも来ますからね、はい、フォアボールと空振り三振、3回目のバッターボックスの栗山です。キャプテン栗山12年目。さあマウンド上、首を振った、首を2回振った、ね、2回振ったということはストレートできますかね。まあ、感じですね。まっすぐ打った、これはどうか、ファールか、フェアか、ファール、あ、入った、入った、入った、グランドスラム満塁ホームラン。チェンジアップ選んだんですか、今切れなかったですね。いや、見事なフルカウントからの一打、栗山今シーズン2桁10号のホームラン、満塁ホームランです。一番打たれちゃいけないホームランだったんですね。そうですね、もうこれだと変えようがないんですね、はい、フォアボールヒットだったら変えようがあるんですけど、多分チェンジアップを投げたのかな。そうですかね、もう一度見てみましょうか。まあ、確かにインコースはインコースでしょうね。まあ、この球ですが、まあ、高めの、まあ、見逃せばボール球だったんですが、いやさすがキャプテンですね、はい、ただストレートをどこに投げようとしたのか。そうですね、はい、ボールが高めに行きました。外のまっすぐのように見えたんですけどね、はい、キャッチャーはもう真ん中よりちょっと外ですよね、はい、